はい、こんにちは。あの、次に紹介する漫画は、この田村由美の作品、バサラっていう作品ですね。この漫画は、1990年の9月号から、1998年、6月号まで、まあ、大体、あの、8年間にわたって、あの、連載されてたんですね。まあ、どんな内容かというと、あの、せ、あの、世紀末、あ,あの、1999年に、あの、地球上の、 文明は滅び、その後人々は、あの、暴君の支配する国で圧政に苦しんでいたと。で、300年が過ぎて、山陰地方の白古の村に運命の子供が生まれたっていう、まあ、ちょっと北斗の県の、まあ、少女漫画バージョンって感じですね。まあ、この漫画、 あの、少女漫画でありながら結構バトルシーンも迫力あって結構面白い、結構でかなり面白いんですよ。ちなみに、この作者、現在、あの、ミステリーという中で、あの、ドラマ化もしてるやつですね。その作品も、作品と同じ漫画です。で、この漫画、あの、ま、結構面白い、あの、まず、この主人公、あの、この主人公、あの、サラサ。 あの、サラサっていう女の子が、あの、主人公なんですよ。で、このサラサっていう女の子は、タタラっていう双子の兄がいたんですけど、この一巻でいきなり殺されちゃうんですよ。このタタラっていう子,子がで、あの、まあ、伝説の子と思われたんですよ。この伝説の子が、あの、この暴君の支配する国で圧政に苦しんでいたと、この暴君を倒すのが、 このサラサの兄のタタラだと言われてたんですけどそあの、その人が、そのタタラが殺されてしまったことで、この主人公のサラサが、あのタタラのふりをして、あふ,あふりをして、なんか、あのこの,あの王に立ち向かっていくっていう、まあ話なんですけど、もう結構面白いんですよ。その時に、まあ敵側の、この、シュリあ、シュリっていう男の人と、あの、まあ、しあの、なんかまあ、 お互いに的、ま、もう途中まで、途中で気づきますけど、最初のうちは、あの、気づかないで、まあ、時々出会って、まあ、あの、ちょっとまあ、恋愛も発展させながら、まあ、裏では、あ裏では気づかずに戦っていくと、いう、いう感じで、あの、まあ、全27巻の作品なんですけど、一応これ26巻で、まあ、 この、サラサとシュリはハッピーエンドでもうこの漫画終わるんですけど、ただ27巻は、このサラサの子供時代だったら、だったりとか、あの前世だったりとか、まあ、シュリが、あのあシ、シュリがなんかあの、世界に旅立つ時のなんかあの、ま、まあ、プロローグの話だったりとかを書いてます。まあ、面白い漫画です、漫画ですし、古いんですけど、古ファで結構見かけるんで、見つけたらぜひ読んでほしい漫画です。